buddy fight Ace. Let's become stronger, Garga. Wait, Cross and Agito get new abilities too? I'll fight my opponents with all my power. True Awakening of Deities. On sale January 11th. Bushiroad. Cardfight Vanguard. Genesis. Great Nature. Gear Chronicle. Oh, Sages. Challenge the Truth. Extra Booster. The Answer of Truth. Available January 18th. Bushiroad.最近いまいちだもんね、ランガチャンネル。責任感じるドッグ。もっと大勢の人に見てもらって、いっぱいいいねが欲しいキャット。でもどうすればいいバド？答えは簡単。誰も見たことないものを披露すればいい。そりゃそうだけど、その誰も見たことないものってのが、あ、そうだ。あ、兄ちゃんひらめいたんだね。あ、俺いいこと思いついちゃった。勝つのはどっちだ、スバル VS マサト。スバルとファイト、この俺が。考えてみればお前たちってまだ対戦したことないだろ。なるほど、言われてみれば。スポーツの神と勉強の神のファイト、ぜひ見たいんだ。僕もね。マサト兄ちゃん、スバル兄ちゃんと戦ってよ。わかった、やろうじゃないか。おお、サンキューマサト。いや、俺の方こそ楽しみだ。クロスと戦えるなんて面白そうだぞ。え、マサトとファイト？そうなんだ、二人がどんなファイトをするか見たくてさ。スバルさえ OK なら俺は喜んで話に乗るぜ。そう、マサトが承諾したのか。分かった、ファイトしよう。良いのですか？構わない、マサトとは前から一度対戦したいと思っていたんだ。そこで一つお願いがあるキャット。二人のファイト、ランガチャンネルで配信させてほしいドッグ。みんなもきっと見たいバード。にゃんにゃん。ああ、いいとも。ああ、どうせやるなら条件をつけてみてはどうだろう。条件？僕が勝てば先生科学のレポート1万字をマサトに書いてもらう。なんだって1万字も？じゃあマサト兄ちゃんが勝ったら？そうだな、僕とクロスが万竜団の団歌を歌う。いや、それはでも気に入った、乗ったぜその条件ってことになったんだ。へえ、スバル君とマサト君が真剣勝負？面白そう。素晴らしい対戦になりそうですね。おまけに罰ゲームまであるなんてね。楽しみでしょ。ファイトは3日後、場所はホビーショップキャッスルのステージだ。バディファイトあるところ、ナナナイオンあり。星読みスバル選手と陸王マサト選手の初ファイトが実現した。勉強の神とスポーツの神の激突でちゅー。つないだら線は絆の鎖、ルミナイズ、スパイラル万竜弾、回る天球、竜の導き、ルミナイズ、
ギャラクシートライアングル、バディはい、オープンザフラッグ、スタードラゴンワールド、エンシェントワールド、ヘビーライブアギト、天線キリクロスパルネーゼアストルギア、俺の先行ドロー、チャージ&ドロー、キャスト万竜弾の絆、敵の上から2枚をドロップゾーンに置き、ゲージをプラス3、ライフをプラス1、ヘビーライブアギト、ナイトにバディコール、マサトのレポート1万字は絶対に阻止するぞ、ハラハラオレクト、アズルをセンターにコール、フルいっぱいでやる気満タン、行くぜ行くぜ、探し物なら僕に任せてよ、アズルの効果でデッキからダンフワイルドアクスを手札に加え、装備ダンフワイルドアクス、自分ら万竜団力を合わせてマサトと戦うぞ、喜びも悲しみもそして強さも今こそ仲間同士で共に分かち合う、ドラゴンシェアー、出たー、マサトデス万竜団のドラゴンシェアーだ、アギト、スバルにアタックだ、おお、自分は今とてつもなく闘志を燃やしているぞ、よっしゃ、ターン終了、ドロー、チャージ&ドロー、天線キル、クロスパルネーゼアストリギアをセンターにバディコール、たっとき我が姿を見よう、マサト選手に負けじとスバル選手もバディコールだ、天線キル、カウス・アルナスルを装備し、戦闘竜サルタリオンをライトにコール、何なりとご命令を、輝け天の矛、ギャラクシーフォーメーションライト発動、ギャラクシーフォーメーション攻めのライトの完成だ、タルタリオンの能力発動、ハラハラを破壊する、キャスト布告戦闘補給、ゲージをプラス2、ライフをプラス1して2ドロー、キャスト通告破壊戦術、アギトとハラハラワイルドアクスを破壊、そこまではきついぜ、アルナスルでアギトをアタック、アギト2回攻撃、次はマズル、アルナスルの攻撃がマズルを貫通してマサト選手に2ダメージを与えた、サルタリオンファイターをアタック、クロスも続け、これもアルチのため、お任せよ、クロス2回攻撃、承知しました、クロスの2回攻撃強烈ね、さすがはスバル兄ちゃんだ、次のターン果たしてマサトはどう反撃するか、そうだな、楽しみだぜ、俺のターン、ドロー、チャージ&ドロー、ゲージ3を払い、ドロップゾーンマギト、ハラハラ、カイナ、ジェセンをソウルに入れ、ヘビースパイラルライブ、エンペラーアギトをセンターにコール、万竜弾のさらなる力見せてやるぞ、エンペラーアギトの能力発動、デッキの上から3枚捨て、その中の蒸発をソウルに、さらにドロップのカード1枚をソウルに、エンペラーアギト行くぞ、スパイラルドラゴンシェア、エンペラーアギトの能力によって力が高まり、攻撃力は2万プラス、合計2万8000となった、強烈中行くぞ、ワイルドアクスでサルタリオンを破壊だ、ここまでと、アギト、クロスをアタックだ、俺の攻撃には貫通の効果があるんだぞ、スバル選手のライフは5を削られ、マサト選手のライフが2プラスされた、ファイナルドラゴンシェアによるハラハラの効果でちゅ、しかしクロスにはソウルガードがある、アギト2回攻撃だ、クロス行くぞ、マサト選手さらにライフプラス2、キャスト通告自由戦術、スーパー選手
中、人戦術で攻撃を無効化してライフをプラス2。キャスト万竜弾の再起、アギトをスタンド、クロスをアタックだ。今度こそやるぞ。キャスト天球陣アステラシオン。何、また防いだ。すげーぜ。ターン終了。ドロー、チャージ&ドロー。キャスト通告強化戦術、ゲージをプラス2、場の天球流すべての攻撃力をプラス3000。サルタリオンをライトにコール、その効果でワイルドアクスを破壊。サルタリオン、アギトを攻撃。アルナスルでアギトをアタックだ。キャスト不死身の万竜弾。今度はマサト選手が懸命の防御だ。ライフもプラスしてるでちゅ。2回攻撃、アルナスル。エンペラアギト、またまた場に残った。クロス、アギトをアタック。任せろ。ここまでなんとか防いできましたが、とうとうライフが残り5になってしまいましたね。ハラハラ。こうなればスバルはきっと。キャスト通告可変戦術、サルタリオンをレフトに。ギャラクシーフォーメーションレフト発動。ファイナルフィース。やっぱり。キャスト、トライスターディション。必殺トライスターディション。ゲーファイトだったよな。スバルもマサトもさすがだよ。最高だったぜ。確かに名勝負であったな。ほんと僕感動しちゃったよ。だけどまさかあんな結末になるなんて全く想像できませんでした。おかげでランガチャンネルは大人気じゃった。いいねの数がどんどん増えてるだっけ。大成功だっけ。何度見ても面白いファイトだバーナー。Dry Ninja, Katana World. I'll fight my way through these strong guys and win against Ronda. Dimension Destroyer, now on sale. Bushy Road. Card Fight Vanguard. Hey there, our cards are ready. You will use our cards, won't you? Extra Booster Ultra Rare Miracle Collection, now on sale. Featuring Ultra Rare Rares.自分ら万竜団、力を合わせてマサトと戦うぞ。アギトの効果でドロップのカード1枚をソウルに、同じくハラハラと混ぜるワイルドアクスも1枚ソウルに。これってさ、次のターンのスバルの攻撃に備えていたってことだよな。あ、どういう意味？優雅の言う通りだ。スバル、マサト、このファイトは長期戦になる。そう呼んで、まずソウルを貯めたんだ。僕も同じ予測をしていた。だからまずは、攻撃するたびにライフをプラスできるハラハラを破壊した。キャスト通告破壊戦術、アギトとハラハラ、ワイルドアクスを破壊。そして、残りのモンスターを一体ずつ減らしていったんだ。この時点では、スバルの方が完全に優勢だった。だが、俺のターン、ドロー。チャージ&ドロー。ゲージ3を払い、ドロップゾーンのアギト、ハラハラ、カイナ、次戦をソウルに入れ、ヘビースパイラルライブ、エンペラーアギトをセンターにコール。サ
サンダートルネードライブを得た俺は一気に決めようと考えた。スバルのライフを4以下にするため怒涛の攻撃を繰り出したんだ。マサトのその考え、僕には全て分かっていた。そうだったのか。君がドローしたあの時、わずかに表情が変化した。君がサンダートルネードライブを手札に加えたと僕は確信した。だからソウルガードと防御魔法で攻撃を食い止め、ライフ7でこのターンを終えた。表情で手札を見抜くとは参ったな。マサトは正直すぎるんだぞ。そんな駆け引きがあったなんて全然気づかなかったな。心理戦、それはバディファイトにおける大事な戦いの一つだ。必殺技は打てなかったけど、このターンでマサトのライフは12まで増えたとっく。スパイラルドラゴンシェアのおかげだバード。この時はマサトの方が有利だと思ってた。キャット、僕もだよ。しかしマサトの手札は2枚、そのうち1枚はサンダートルネードライブですから、もう1枚を使い切り、ライフが5以下になってしまえばもはや反撃のチャンスはない。そう、全てはスバルの作戦通りに進んだ。俺はソウルガードと手札の1枚、いじみの蛮流弾を使い、スバルの攻撃を懸命に防御した。だがついにライフは5となり、そしてキャスト、トライスターディシジョン。必殺トライスターディシジョン。ロックゾーンの疾走、ウィングスの能力発動。ウィングスをデッキの下に置き、ライフを2プラス。マサト選手、トライスターディシジョンを耐え切った。まさかまさかでちゅう。でもどうして。相手のターン中、自分の場に蛮流弾があればドロップのウィングスをデッキの下に置き、ライフをプラス2できる。これが疾走ウィングスの能力だ。いつの間にドロップゾーンにウィングスを。ターン終了。蛮流弾の団結力でここまで戦えた。このファイト絶対勝つぞ。その通りだ。ドロー、チャージアンのドロー、装備ダンフワイルドアクス、エンペラーアギトの能力発動。デッキの上から3枚捨て、その中の蒸白をソウルに、さらにドロップのカード1枚をソウルに。スバルのライフは7、エンペラーアギトで攻撃すればマサトの勝利だ。決めるぞエンペラーアギト。おお、キャスト通告不動戦術、エンペラーアギトをレスト。何、これでこのターンエンペラーアギトはスタンドできなくなった。スバル兄ちゃん、マサト兄ちゃんに追い詰められていたのに。まさか不動戦術を持っていたなんて。勝負の行方は再び分からなくなりましたね。ドキドキ。スバルの場には守りのギャラクシーフォーメーションレフトが完成している。突破するのは容易ではない。必殺技で倒せなくてもまだこんな戦いができるなんて、スバルは本当にすげえぜ。僕のライフは7、エンペラーアギトなしでどう戦うのか。デッキの上から3枚を捨て、その中の蛮流弾をコールできる連撃タイプ、こいつにかけるしかない。これでターン終了か。マサト選手どうするんだ。キャスト連撃ダイブ、デッキの上から3枚をドロップゾーンに。来た、蒸白をレフト、カイナをセンター、アギトをライトにコール。エンペラーアギトはドロップゾーンへ。蛮流弾のモンスターが3体も。奇跡、いやマサトの不屈の闘志の賜物だな。蒸白の効果でサルタリオンを破壊。ワイルドアクスでクロスをアタックだ。クロス、おっしゃ、蒸白ファイターをアタックだ。カイナ続けてファイターをアタック。重い一撃同回だ。最後はアギト頼んだぞ。お、
自分は今とてつもなく闘志を燃やしているぞ。ゲームエンド。勝者陸王マサト、パーティーの神の勝利だ。ちょよっしゃ。まさかこんな展開になるとは未だに信じられないドック。最後の最後に万竜団が3体揃うなんて本当についてるバンド。それよりもウィングスだキャット、もしウィングスがいなければマサトは負けてたキャットだよね。どうしてあの時ドロップゾーンにいたんだろう。そこんとこは俺も知りたいの。お、第六感、いや本能だ。本能？サンダートルネードライブをドローしたあのターンで。俺のターン、ドロー。今手札にあるエンペラーアギトとウィングスをコールし、サンダートルネードライブを使えばこのターンで一気に決着がつく。勝てる。よし、こいつをチャージだ。いや待つんだ。チャージ&ドロー。あそこで、あのタイミングでウィングスをチャージしていたのか。しかしどうして必殺技をドローしたのに、なぜ攻めに徹しようとしなかったのです。なぜって言われても、そのただなんとなく危険だと感じたんだ。つまりそれが本能か。ああ、スポーツの神のな。僕が計算していたのは君の手札だけだった。負けたよ。乾杯だ。いや、最後の連撃ダイブでアギトとジョーハクとカイナが出なければあんな展開にはならなかった。勝負は時の運だ。とにかくこれでマサトは先生科学のレポート一万字は書かずに済んでよかったぞ。そうね、罰ゲームするのは。違う。 あらあら大変。でも約束ですものね。仕方ない、やろう。クロス、かしこまりました。よし、これも取るとっか。スバルとクロスが歌ってるとこランガチャンネルで配信するキャット。大人気間違いなしパーノー。ダンカー聖書ラーセンの苦戦は我が絆、マサトの容赦が聞きたくて力を合わせて戦うぞ。ああ我ら万竜団。ウェイ。続いて2番、好敵手スバルを称え我らも歌おう。ああ絆はラーセンの我が鎖、マサトのナイスが聞きたくて貧乏なんかには負けないぞ。ああ我ら万竜団。ウェイ。続いて3番、バディホイエイス。バディズ that you have fought many battles with have come together once againTo seek new fights! Buddy Lineage! Now on sale! Bushy Road! Vi Schwartz, the characters from another world are here! Are you ready to restart your life in another world? Re:Zero, starting life in another world! Trial Deck Plus and Booster Pack! Now on sale! Bushy Road! Lan Lan Gao!みんな、今日も我らがスペシャルなカードを紹介するぞ。今日紹介するカードはこれだ。連撃ダイブ、万竜団のカウンター魔法だ。ゲージ2とライフ1で発動できるぜ。自分のデッキの上から3枚を捨てて、その中の万竜団を好きなだけコールできるんだ。自分のモンスターがアタックし終わった後に使えば一気に追加攻撃ができるな。登場時に発動するドラゴンシェアも新たにコールした仲間の数だけ使うことができるぞ。状況によってどのドラゴンシェアを場に残すかがこのカードを使う上で大事になってくるのだ。どうだった今日のカード。みんなもこのカードを使って最強のデッキを組んでくれよ。それでは次回の動画もチェックディスボン。何か
で悩んでる時胸騒ぎするんだ。話さなくても全てわかるよ。その沈黙が教えてくれる。もしも今十分だよと言ったら君は頑張れるはずさ、きっと。だから一緒にいれない時だって不安はないだろう。あの日見た虹のふもと追いかけよう。夢中だったこのままだ今でも。決勝トーナメントに出るファイターたちに親睦会の案内状が届いた。招待してくれたのはあの仮面のファイターだ。次回、秩序の守護者花園エデン、行くぜガルガ、バディファイト。